栽培シリーズ始まるよ。皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日は久しぶりにこの状態からスタートしていきます。で、植え替えを決意いたしました。というのはもうマックスまで土を盛ったんですけれども、ネギは上に上に伸びていきますので、もうちょっと深めのにしたいなというのがあったんですけれども、ダイソーに見に行ったら今使ってるものより、この今日買ってきたね、茶色、焦げ茶色のものが多分ね3センチぐらいしか深くないんですね。でその代わり、これはちょっと見えるかな、ここに段差があって溝があるんです。で排水の穴も前のよりちょっと多いので、鉢底石をね引いてしまうとちょっと高さが出てしまって、結局意味がないことになってしまうので、今日は同じように通気性と通水性を良くするパーライトというものを購入してきました。でパーライトを引いて、で芽を1つずつ抽出して綺麗に2列に並べていきたいなと思います。まずネギをですね、でそのネギを植わってたやつにほうれん草を半分分けて、綺麗に等間隔で並べていきたいなと思っております。ではまずパーライトを、初回も部屋でやったんですけど、本当に土とかいろんなものの粉が飛ぶので、皆さんがやるときはぜひお外でやってください。本当にね掃除が大変でした。でパーライト細かいので抜けちゃいますね。で、ここから植え替えをしていきたいと思います。はい、作業前の20日目のネギになりますね。結構しっかり伸びてきて、こうピンピンしてもヘタってならないぐらい強くはなってきてます。なので、チャンスかなと思います。ではやっていきたいと思います。まず、根を傷つけないように抽出していきたいと思うんですが、どのぐらい根を張ってるのかな。パワーライトがちょっと細かすぎるので、先にこっちの鉢底石を取り当てたいと思います。結構想像以上にいっぱいいましたね。この植え替えがネギたちにとって悪いことじゃないことを祈りたいですね。うわー、結構ね長かったんだな。すごい、生命力ってすごいですね。めちゃめちゃ生えてたんだな。なんか綺麗に並べようと思ったけど難しいですね。もやしより細いから。長い子は本当に長いですね。私上に出てる部分しか考えてなかったけど、なんか自分の抜け毛を思い出します。とりあえず芽は全部来ましたね。あとはちょっと慣らしてしっかり埋めていきたいと思います。昔友人の家に行ったらね、実家が農家だったので作業のねお手伝いを少しさせていただいたことがあったんですけど、腰が痛いので本当にね中腰での作業をね、私よりね、私の友達の親ですからね、私よりずっと年上の方がねずっと中腰で大切に育ててきたものを、私たちはスーパーでね形が悪いだとか貝だとか言いながら売ってるんだなって思ったのを思い出しますね。繰り返して言うのもなんですけど、あれですね、しっかり育ってたんだなと思って。今日も東京はね雨でびしゃびしゃなんですけど、すごい外出かけたら寒くて鼻ずるずるしてたのに、やっぱりこうやって土を触ってると土はなんかあったかいとは言わないけど冷たくはないですね。こんな感じかな。これでまた上に伸びていくと同時に持っていければいいかなと思います。はい、ネギはこんな感じですね。
はい、ほうれん草は明日にしようかと思ってたんですけども、ちょっと疲れちゃったんで、でも一気にやっちゃいました。でしかも夢中になってやってたので撮影をするのを忘れてしまったんですけど、今までのが今見てるものですね。で奥に、もともとこちらがもともとネギが植わってた方ですね。真ん中に、大体1列に、並べてみました。これで間引きをすることを必要なくなってくれればいいかなとは思ってます。思ったよりね、数がそんなになかったので、一つのプランターでこの量は多かったですけど、それぞれ分けてみたので、これでね元気になってくれればいいかなと思ってます。ほうれん草もネギもそうなんですけど、ほじっくり返してみて本当にね根が深く張ってて順調だったんだなと思いますね。今日のこの行為が野菜たちにとって悪いことでないことを願っていますが、また様子を見ていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。